今回ね、ザクタス新しい 長靴買いました。長靴ザクタス、これすごくさ丈夫だっていうことを動画に上げたら、コメントで防寒ザクタス、防寒ザクタスあるんだと、それを買ったよっていうコメントが来て、ザクタスに防寒とかあるのってさ思って、で調べたら本当にあったのね、防寒ザクタス。ちょっと取れないなこれ、ね、防寒のザクタス、冬用のあったかいやつ、中がこういう風に黄色い、黄色じゃないな、オレンジになっててあったかいんだろうな。ちょっと1個履いてみようかな。届いたばっかりだからさ本当の新品なんだけど、今までさ夏はザクタスのを使って畑とか山の山菜採りとかで使ってたんだけども、全然壊れないの。5年とか6年とか使っても全く穴開かなくて、で普通の農家さんとか、まあ、工場の人よりも粗く使ってるから、俺さ山の中走り回ってさ崖のとこ飛び回ったり飛び降りたりとか、そういうような使い方しても5年経っても6年7年ぐらい使ってもね、全然さ壊れなかったのザクタスで。まあさすがにゴムが硬くなってきたからね、ちょっと歩きにくいっていうか、この柔軟性がなくなったから買い替えたんだけども、その前に使ってたやつもまだ取っておいてるの。いざという時使えるなと思って、全然だって穴開かないんだもん。穴開かなくてさ、本当だから本当にさ、いつ買い替えればいいのっていうぐらい丈夫な長靴なのザクタス。でその防寒、冬ね、冬この防寒ザクタスがねあるのを知らなくて、夏はザクタスしっかり使ってたんだけれども、この冬はね別のもの、別のメーカーさんのものを使ってたの、暖かい長靴ってことで。だけどやっぱ1年もたないのさ、冬ね屋根の雪下ろしとかやったり自分の家の雪かきやったり、あれこれそれこれやってるとさ、どうしてもねこのこれはいいんだけれども、この辺つなぎ目があったりするところが穴開いたり、かかとのこことか、まあ、この辺よく動くところ、こういう風にねここがやっぱり弱くてすぐ穴開いちゃうのよ。1年じゃない、ワンシーズン持たないのさ普通のメーカーさんのやつ。本当に申し訳ないけど持たないの。だけどザクタスは夏のやつでいつまでも穴開かなくて、もうね6年7年使っても穴が開かなかったっていうのを俺すごく分かってるから、これを買いました。ね、楽天で4000円しないだったかな、うん、で買えたんで全然安いです、はっきり言って。まあ4000円ってことは4年使っても年間1000円だと思えば、その先も使えると、まあさすがに何かで切ってしまったりとかすれば穴は開くけれども、普通に使ってる分には、俺みたいに荒く使っててさ、山の中さっきも喋ったけども飛び回ってさ傾斜70度とかそんなところを登ってピョンって降りたりとか、そんなことしてさ危ないんだけどもね、やっても全然壊れないのがこのザクタス。本当にこのザクタスおすすめ、でやっと俺も視聴者さんにコメントでね防寒の買いましたって教えられて、初めて防寒のがあるんだっていうのを知って今回買ったんだけども、これで冬、ね、ガンガン仕事してね稼ぎたいなとは思うんだよね。まあ雪が降らないような気がするんだよね今年ね。カマキリの卵が位置が低いから、40センチぐらいだから、その下70センチ山の上でそのくらいの30センチよ、ね、そのくらいの積雪じゃないかなっていう感じだから、今年は雪が少なそうだからあまりお金にならないのかなっていう感じもあるけれども、まあその時は別の仕事も用意してるし、YouTube もやれるからもういいんだけれども、でも雪が仕事があった時のために前もって準備しといたっていう感じです。本当にこれ今履いてるんだけどね、この片足のねこれね履いてるんだけど暖かいね結構ね。これにやはりな暖かい靴下とでそれを 2枚ぐらい重ねてやれば一日中外にいても大丈夫かなっていう感じもするね。うん、まあどうなるかな、いっぱい雪降ればいいな、買った効果あればいいなと思うけど、まあ持ちはいいから今年だけって思わないで来年も再来年も使えるなと思ってお世話になろうと思って買いました。全然楽天で買ったら本当に4000円弱、3800何十円高だったから、高いもんではないと思うんで他の長靴と比べてもね。で
本当に長く使えるっていうのはもう俺実証して分かってるから、本当にこのよく曲がるつま先のこういうところね、穴開きやすいけど他のメーカーさんのはねどうしてもね、だけどもザクタスは全然大丈夫、これで走り回っても何しても特に俺はね夏用のやつだけどもね大丈夫だったんで、信頼して使いたいなと思います。本当におすすめなんで、買ってみてほしいなと。ザクタスシリーズね、長靴のザクタス、これ本当におすすめなんで、でこまあ多言前のかなり前の動画だったけれどもコメント欄で教えてくれた視聴者さんありがとうございます。助かります。本当に仕事でこれバンバン仕事で使いたいなと思っています。本当におすすめなんで買ってみてください。長靴新調するときはねおすすめです。もう知り合いの農家さんでもやっぱザクタスだし、やっぱりホームセンターとか並んでるところにもザクタスの棚いっぱいできるようになったし、で売り切れてるところもいっぱいあるんで、本当やっぱ評判はいいです。おすすめなんで新調する際はザクタス使ってみてほしいなと思います。別にザクタスさんからお金はもらってないんだけどもさ、前ツイッターでフォローされてたけども外されててさ悲しいなって思ったこともあったんだけども、でもいいよ別に関係ない、うん、それはいいよ。いいものは俺は買うし、いいものは何もお金をもらわなくてもフォローされなくても買うし紹介するしね、本当にこれ好きなんで、ぜひね使ってみてほしいなと思います。おすすめです、本当におすすめね。何があってもいいものはいいって言うから、何されてもいいものはいいって言うんで、俺に免じてこれ使ってみてほしいなと思います。